ジョン。ジョン、ジョン、キング・オブ・イングランド、1167年12月24日から1216年10月18日、または19日は、プランタジネット町、アンジュー町、第三代イングランド王、在位、1199年から1216年、同町の初代王ヘンリー二世とアリエノール・ダキテーヌの、抜ッあだ名は、ケツチ王、ケツチオ ジョン・ラクランドで出生時に父・ヘンリー二世から領地を与えられなかったことに由来する領地を幅に失ったため失王との日本語表記もあるがラクランドの訳語としては正しくない失勢に次ぐ失勢で国内諸公の怒りを招き王の権限を制限するマグナカルタへの合意を余儀なくされた兄であるリチャード一世が戦いに明け暮れ長くイングランドを留守にしたため イングランド王の勢力をそごうとするフランス王フィリップ二世に、そそのかされて、王位三奪を夢見ていた。本来なら、王位につく可能性は少なかったが、1199年に、リチャード一世が、中部フランスで戦死してから状況が一変する。リチャードは即位当初、弟ジェフリー、ジョフロは、ジョンには兄にあたるの維持、アーサー、アルティー・ロ王大使になぞらえていた。しかしその後、 アーサーはフィリップ2世に侵入してフランスの宮廷で育ち、さらにリチャードの臨終時にはまだ12歳であったため、リチャードは最終的に遺言でジョンを後継者に指名した。全王の重臣ヒューバート・ウォルターをはじめとするフィリップ2世の干渉を憂慮したイングランド国内の諸公もアーサーを排除し、結局ジョンがイングランド王位を継承した。王位についたジョンは フランス国内の領土をめぐって、フィリップ二世をはじめとするフランスの諸侯と対立した。1203年、アーサーが、ジョンシジ派に暗殺されると、アーサーの後見人を自負する、フィリップ二世との全面戦争に突入するが、その戦いにことごとく敗れ、1214年までに、フランスにおける領地をほとんど喪失した。また1208年には、ヒューバート・ウォルターキき後に苦いとなっていた。 カンタベリー外司教の任命をめぐって、ローマ教皇インノケンティウス三世がおしたを拒否するなど、教皇と対立した。当初は、多くの諸公がジョンを支持したが、1209年に、教皇はジョンを破門し、さらに教皇やラングドンの切り崩しが、徐々に功を奏すると、ジョンは1213年に謝罪して教皇に屈した。その時、一旦、イングランド全土を教皇に献上し、 強皇から与えられる形で国王に返還された。こうした外交政策の失敗の後、軍役外納金、課税をめぐって、イングランド国内の諸公から反発を招き、1215年に国王が貴族や聖職者の権利を認めるという形で、マグナカルタが成立した。しかし、強ケンティウス三世による王権侵害により、わずか2ヶ月で廃棄された。 マグナカルタの廃棄宣言に不満を持つ貴族たちは、フィリップ2世の長男、ルイの支援を得て、反乱を起こし、父王ヘンリー2世は、王妃、アリエノール、エレアノールと不仲になり、幼少期に母親からの愛情を受けることが少なかった罰子の、ジョンを最も愛した。1169年、ヘンリー2世は、フランス王ルイ7世との協約で、 大陸の所領を、ジョン以外の三人の息子に分割した。当時まだ二歳にもならなかったジョンは、その分与から除外され、父ヘンリー二世はジョンに、領地のない奴、ジョンザ・ラクランド、フランス語では、ジーン・サンズ・テアとあだ名を付け合われんだ。1173年、ジョンは、モーリエン・ヌハクの娘と婚約するが、この姫は後に亡くなり婚約は消滅。その際ヘンリー二世は、 征服して間もないアイルランド以外にも、大陸領土内のシノン、ルーダン、ミルボーの三つの城を幼いジョンに与えようとして、次男の若、ヘンリー王の、また1184年には、アキテーヌ皇領を与えようとして三男、リチャードの離反を招いた。1177年にジョンは10歳で、アイルランド教を継承するが、その後も、アイルランドを統治できなかった。 1188年以降の不王と兄、リチャードの争いでは、当初は父についていたが、兄の勝利が確実になると願えて、不王を大いに失望させその死因になったとも言われる。1189年、イザベル・オブ・グロスターとの婚姻により、グロスター白陵を継ぎ、さらに兄・リチャード一世より、ノッティンガムタ六州を与えられた。リチャード一世が、 第3回十字軍に出陣した際は、フランスに泊まるよう指示されたが、勝手にイングランドに戻れる支柱の統治に関与した。リチャード1世がドイツで遊兵されると、フランス王フィリップ2世と提携し、イングランド王位を狙ったが、重心や諸公の指示を得られず果たせなかった。この事件は、後世大きく脚色されて様々な物語が作られ、ロビンフッド伝説にも取り入れられた。 1194年に、リチャード一世がイングランドに戻ると、一旦抵抗の姿勢を見せたものの、まもなく屈服し和解した。1199年に、兄が、アキテーヌで亡くなると、ジョンはすぐに、ノルマンディからイングランドに渡り、イングランド王として退官した。一方、一時は、後継者とされていたオイヌブルターニコーアルティール、アーサーは、暗中を、隠して王位を主張したが、 ヒューバート・ボルターをはじめとするイングランドとノルマンディの諸公はフランス王と親しかったアルテュールよりジョンを支持した。リチャードの臨住に再子遺言を聞いた母のアリエノールもアルテュールを抑えてジョンを支持している。1200年にジョンはイザベル・オブ・グロスターと離婚、すでに婚約者のいたイザベラ・オブ・アングレームと再婚した。イザベラの婚約者、ユーグキューセイド・リュジニャンは 封建主人であるフランスに、これを訴えたため、1202年に、フィリップ2世はジョンを法廷に呼び出した。イングランド王は、フランス領において、フランス王の封建進化であるが、これまで法廷に呼び出されたことはないためヨンは拒絶した。このため、フィリップ2世、アルテュール対ジョンの戦争となった。当初ジョンは劣勢だったが、1203年に、 アルテュールがポワチェにいたアリエノールを捕らえようとした際、ジョンは迅速に対応して逆にアルテュールを捕らえた。遊兵されたアルテュール浜もなく消息不明となったため、人々はジョンがアルテュールを殺したと考え、ウルターニュの諸侯はフランス王を頼ってジョンに反旗を翻した。ジョンはフランスにおける人望をすでに失っており、フランス王の構成の前に、 ノルマンディアン・ジューメーヌ・トゥレーヌ・ポワトゥはほとんど抵抗せずに降伏した。わずかにアキテーヌの中心地であるガスコーニュの実がジョンの下に残った。これはもともとアキテーヌは諸侯の力が強く、彼らは強力なフランス王より弱体化したイングランド王の支配を好んだ名とされる。1205年にカンタベリー大司教ヒューバート・ウォルターが亡くなると修道士たちが選んだ候補と、 イングランド王と司教が推薦した候補とが共に、ローマへ行き、カンタベリー大司教の座を争ったが、教皇権の強化を狙っていたローマ教皇、インノケンテウス三世は、両者とも認めず、代わりに、数奇教のラングトンを任命した。ジョンはこれを認めず、これを支持する司教たちを追放して、教会領を没収したため、1207年に、インノケンテウス3世はイングランドを政務停止とし、 1209年にジョンを破門した。ジョンはこれを無視し、逆に没収した教会領の収入で軍備増強を図ったが、1213年になると、インドケンテウス3世はさらに、フランス王のイングランド侵攻を支持し、これに呼応して諸侯の反乱が計画されたため、ジョンはイングランド及びアイルランドを強行に寄進し強行の風神となり、セイペテロサイヒとは別に、 年額千マルクを支払うことを約することにより、波紋を解かれた。大陸領土を失ったジョンは、ウェールズ・アイルランド・スコットランドへの影響力の強化に、努め、一時的に成果を上げている。さらに、大陸領土奪回のために海軍を整備し、フランス王と対立する、老いの神聖ローマ皇帝夫ー四世や、フランドル・ハクフェランと提携を深めたが、大陸領土喪失による、 収入源に加え、軍事力強化を図って、イングランドに重税をかけたため、諸侯、庶民の不満は高まった。一方、ジョンが教皇の封建進化になったため、フランス王によるイングランド侵攻への教皇の指示は撤回された。フランス王は代わりに、かねてから反抗している、フランドル博を攻めたが、イングランド海軍の援軍により、フランス王軍は、 船舶の大半を失って撤退した。後期到来と考えたジョンは夫を四世イラと計って、フィリップ二世を南北から攻撃する計画を立てた。ジョンがフランス南部に進撃し、同時にドイツフランドル軍がフランドルからフランスに入りするというもので、1214年に入るとジョンはギュエンヌから侵攻し、ボワチエ・アンジュを回復したが、夫を四世は ドイツ諸公の動員に手間取り進軍が遅れた。この間に、フィリップ二世は、王太子ルを南部に派遣したため、ジョンは戦線を支えきれず、ギュエンヌに撤退した。こうして、南部の負担が少なくなった、フィリップ二世率いるフランス王軍と皇帝合軍が1214年7月27日に、フランドルのブービーヌで開戦し、数で劣るフランス軍が皇帝連合軍を打ち破った。 ブービーヌの戦い。これにより、フィリップ二世の優位は確定し、ジョンは占領地をすべて放棄して撤退を余儀なくされた。連合軍に参加したフランドル博、ブローニュ博は捕虜となり、オットー四世はフリードリヒ二世に皇帝位を奪われることになる。ブービーヌの惨敗でイングランドに戻ったジョンを待っていたのは国内諸侯の反発だった。ジョンは 戦費念出のため議会を通さずに、国王特権で臨時課税を乱発しており、課税への不満が薄積していたのである。強圧をもって、これを抑えようとしたジョンに対して諸侯は結束して、反抗し、内戦状態となった。戦いが起こるとジョンを見限る者が多く、支持を失って、ロンドンを制圧されたジョンは、以前から突きつけられていた諸侯の要求事項を受け入れざるを得ないと決意。 1215年6月15日、ラニービードにて行われた調印で、国王の調税権の制限や法の支配などが明記された大検証マグナカルタが制定された。保身のためマグナカルタへの合意を余儀なくされたジョンダがすぐに不服をローマ教皇に訴えて、イノケンティウス三世に無効破棄を宣言してもらうなど、反撃に転じ、 再び圧政と恣意的重税を行うようになった。これに憤慨した諸侯たちが再び放棄して、またもジョンとの間で内乱となり、諸侯がフランスを退治ルイに援軍を求めて招兵したことで第一次バロン論争が勃発。ジョンは一旦ロンドンから撤退してルイの軍隊と戦いを繰り広げたが、その最中に赤痢にかかって1216年10月19日に病没した。 ジョン当人の死去により、戦争理由がなくなると、諸公は、ウィリアム・マーシャルを摂政に立てた上で、王位を救歳のヘンリー、ジョンの息子に継承させた。同年11月、マグナカルタは、イングランド王に即位した息子ヘンリー三世の名前で、改めて発行された。最初の妻イザベル・オブ・グロスターとの間に子供はなく、1200年に離婚した。王妃とは認められなかった。 二度目の妻イザベラ・オブ・アングレームとの間に二男三、女を設けた。イザベラは、ジョンと死別後、かつての婚約者、遊具九世の息子遊具十世と再婚した。他に書士が多数記録されている。無能、暴虐、陰謀好き裏切り者、恥知らずと評され、大陸領土喪失、追い殺しによる辛抱の喪失、強行への屈服とイングランドの寄進、重税、 諸公の反乱と失勢が続き、唯一評価されるのは、強制されて、マグナカルタを認め、イギリスの民主主義の発展に貢献したことのみと、在位当時から、後世の評価まで徹頭徹尾評判の悪い王である。近年ではその反動から、海軍の育成やリバプールの建設、イングランドにおける司法、行政の発展、スコットランドウェールズアイルランドへの支配の道筋を、 つけたという点で再評価する声出てはいるが、イングランド史上最悪の君主という暗君の評価は、覆りそうもない。兄、リチャードの十字軍遠征、その基とに旅修となったことによる身の代金と莫大な出費が加算だ後に即位したことも困難な、知性の原因となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。